30秒で無理や6月8日対楽天戦の結果、明日から北海道、阪神のオーダー。は？また戻すの？楽天のオーダー。左の緩急使うタイプなんて一番苦手なやつやん。楽天は初回浅村選手のタイムリーで先制。近本さん取れたんやけどな。3回には小郷選手の犠牲フライで楽天2点目。ミスが目立ちますな。阪神の打撃陣はいい当たりが多いものの風に嫌われてしまう。今日に限ってなんでやねん。7回裏に小畑くんの内野ゴロの間に1点を追加。近本さんの当たり良かったんやけどな。7回裏に太田選手のセーフティスクイズが決まる。昨日のお返しやんけ。8回表に大山さんのタイムリーとテルの内野ゴロ、鍋代の犠牲フライで阪神逆転。大山さんアンテル鍋代ナイス最低点。9回裏小深田選手に湯浅くんがサヨナラホームランを打たれて阪神はサヨナラ負け。湯浅くんずっと調子悪いよね。以上、那須の野球やらチャンネルでした。